はい、ということなんですけども、はい、そうなんですよ、文豪夏目漱石の没後100年来遊120年という節目を迎える年になるんですけれども、はいはい、熊本市では芸人で、そして芥川賞作家のピースの、はい、又吉直樹さんをモデルに起用してプロモーション活動を行っております。そうなんですね、はい、ゆかりの場所になるんですかね、夏目漱石は。夏目漱石の作品で草枕というのを皆さんご存知でしょうか。その草枕のゆかりの地が熊本にはたくさんあるんです。そうなんですね、はい、実は私も先週巡ってきたんですけれども、うん、そうなんですか、はい、ここは熊本なんだっていう新しい発見があって、はい、地元の方でも楽しめるイベントですね、はいはい、そうなんです、ですね、近隣の方もぜひご参加いただきたいと思います、はい、さあそして今ね、ミキティに素敵な扇子をお持ちですけども、はい、こちらが商品ですね。そうなんです、でこちらはですね、熊本城扇子でして、熊本城本丸御殿将軍の間のきらびやかな天井に桜舞う天守閣をあしらったとても縁起の良いセンスとなっております。とてもね、おしゃれですよね。そうですね、私も欲しいですそんな商品をかけて皆さんのクイズにお答えいただきます、はいはい、それでは熊本市からの問題です。熊本のシンボルであり日本三名城の一つに数えられる熊本城を築城したのは誰でしょうか。 A. 織田信長公、 B. 加藤清正公、 C. 徳永家康公。さあこれはこの三択ですと歴史に詳しくなくても分かるかもしれませんね。そうですね、熊本城を築城したのは誰でしょうか。 A. 織田信長公、 B. 加藤清正公、C. 徳永家康公です。さあ先ほどにもね、はい、大きな声も聞こえてますが、はい、お選びください、はい、そうですね、皆さんたくさん手を挙げてくださってありがとうございます。そしたらピンクの赤ちゃんを抱っこしてらっしゃるお父様にお答えいただきたいなと思います、はい。